飲み物は行き渡りましたでしょうか。それではご乾杯のご乾杯の違う乾杯のご発声、あ、ゆうちゃんに聞こえな、乾杯のご発声、乾杯のご発声、乾杯のご発声、違う、ライブですすみません、ようこそお越しくださいました。生徒塾の皆さん本当にお疲れ様でございました。いや本当にどうなることやろうと思ったら4月から、ね、かれこれ、ね、ほんと 4ヶ月は完璧にですもんね。決めてからこの形に決めてから、その前にこのお店にも来ていただいて、皆さんでカントリーダンスを踊っていただいたりなんかして、これだと思ったらダメって言われてね、また違うところへ行って行ったり来たりしながらも、いよいよ、ね、まあ、素晴らしいパフォーマンスをされたということで、お疲れ様でございました。ね、その他のお客様に何のことやら、ね、今日はあの2回公演ということで、スマップに勝るとも劣らない、ね、ジャニーズに1日2回公演ということで、老体に夢中して私たち頑張りたいと思います。なぜこれ2回公演にしたかと言いますと、整形塾の皆さんが団体でお越しくださるということで、ね、今日はあの夜の部はほぼ整形塾の皆さんね、埋め尽くされておりま本当ですか。絶対絶対来なかったらその分よろしく、その分よろしくね、こんなことしながらたくさんにしてください、はい、あのその分あの、ま、ちょ若干ちょっとお席空いておりますけれども、あのうまくいかんもんやね。ねえ、1回目の時はもう本当にお膝の上に乗ったりとかですね、大変でしたけれども、若干ゆっくりね、あのここそうでもないね、どうしてこんな人口密度高いの、ここ、あ、瀬古さんが大きいんじゃないの、うん、多分。こちらの方々は、まあ、ほとんどの方が私の歌を聴くのが初めてという方ばっかりでね、そんな中で、まあ、1回目がですね、1回目のお客様たちが古くからのファンで、こちらがまた埋め尽くされておりましてですね、古くからのお客様ということは、まあ、若干古びた方も、ね、いらっしゃった、で久しぶりにですね、まあ、いろんなジャズ歌、いろんなジャンル歌ってるんです。ジャズも歌えばカントリーもこちらで歌わせていただいたりとか、うん、ポップスだ、フォークだ、ね、いろんなジャンルを歌っているんですが、今日は久しぶりに東京から入団曲をしていね、同郷なんですけれども、尾張旭市というところの出身なんですね。で、おととい、瀬戸で、私と同じタイトルでデビューした関島秀樹さんって帰らんちゃよかでね、島津亜矢さんの帰らんちゃよかで原作者としてもとても最近有名になってしまった方なんですけれども、そりゃ時よきゃ俺たちも、ね、帰らんちゃよかとってもいい曲で、その方が紫陽花寺という曲でデビューされたってこともありまして、私も紫陽花寺という曲でデビューしました。で、まあ、デビュー曲が同じということで、2人の同じようにファンであった人が私たちをつなげてくださって、瀬戸でジョイントコンサートが一昨日ありました。昔はカラオケで歌ったものですけれども、今回は東京からぬらりとさん駆けつけてくれて、で生で昔の曲を全部、今日も皆さんに聴いていただこうと思います。で最初の4曲は本当に私のデビューした頃の、とっても可愛かったの、うん、本当ですか？本当ですか？調子が良くないですか？本当ですか？ね、若かった頃の私の作った曲や、デビュー曲などなど4曲お聴きいただきたいと思います、知らないなと思いながらも、お付き合いいただけるとありがたいです。まず1曲目は
年月を重ねてくるとね、それも慣れたりなんか、慣れたりなんかもして、来るもんなんですけどもね、これもなんか人生経験かななんて思いながら、来たりもしますけれども、若い時はもう本当に恋が一番でした ね、そして夢が一番でしたから、最初に思ったのが、3歳の時ですから歌手になろうと思ったのがね、で10歳の時に、ミュージカルを見て、それでもう絶対に私は歌手になるんだ、でずっと歌い続けていたら、あるところでスカウトしていただいて、今があるわけなんですけども、でスカウトしていただいてその事務所に入ったのでデビュー曲ができました。それがあって今の私がここにまた歌っていられるという原点にいつも帰ります。アジサイデラという曲です。聴いてください。夏を始めるよ、雨に誘われ一人来たのよ。
集団就職で東京に出てたんで、どこかに故郷の香りを乗せて、そうです、本当に、うん、ついたところは東京駅だったんで、上野じゃなかったんですけれども、ね、あの金の卵と呼ばれ、嘘ばっかり、高度経済成長期ですね。何を言ってるんですか。あのでも働いて東京に出てたのは間違いない。そうですね。はい。なんていうかね、まあ確かに。どう言えばいいんですかね。なんかこうちょっとふるさと遠く離れるっていう気持ちはありましたね。ラジオもね、いつも帰ってくると出ていただくんですけどね。どの辺に来ると皆さん、どこか名古屋以外のところに、まあ、出張などなどで行かれると、どのあたりで、あ、ふるさとに帰ってきたなって感じがしますか。音羽釜氷、音羽釜氷、すごいマニアックな。そう、どの辺、日付やな。違うね、言うことが。ハワイかな、ね、やだな、もう全然違いますよ。三河安城とか言ってる人もいるっていうのに。そう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 、浜松で気候が変わるんですね。え、松岡君なんてね、車でどっか出かける星先見て、堀田に来るとキューンってなるんだよね。あ、打ち着いちゃう、楽しい時間が終わっちゃうってね。時間もわかるんで。そうだね。あと目少しだねとかね。うん、新幹線なんか乗ってるとね、例えば東京に戻るときは五反田あたりのなんか五反田なんとかクリニックとか見るとね、あ、また東京に戻るんだと思ったりとか。美容整形外科とかね、看板が品川あたりで見えてくると、あ、もう荷物を下ろさなきゃってね。僕 ね、 あのね、名古屋駅降りるとね、マドラスっていうのを見るとね、マドラスね、帰ってきたなっていう感じがしますね。本当にね。 あれどこですかね、堀田。ね、やっぱ堀田ってみんな通知ってあるんだね。ね、車でもね、電車でもね、うん、そんな風にね、名古屋と東京行ったり来たり、まずデビューした頃っていうのは、レコードを少しでも買っていただかなきゃいけないものですから、もう本当に全国つつうらうらの、放送局に行って、おしゃべりをしてかけていただいて、そうすると電リクって昔ありました、電話リクエストっていうね、番組がたくさんあって、で、キャンペーンで行きますとね、やっぱり皆さん、こんなところまで来てくれたっていうんで、ものすごくしばらくの間にリクエストが来るんですね。で、私は本当に細かく回りました。で、その甲斐あって今の曲は一応3万枚、売れましてね、東芝では新人賞をいただいて、で、まあ、なかなかその頃ね、1年に2枚出すなんてことは本当になかったんですけれども、まあ、一応3万枚売れたということで、じゃあ次も3万枚売ってくれよということでね、やっぱりこれもね、同郷、同じ、ふるさと出身の高木雅さんというファンの方がね、後ろにいらっしゃいますけどね、高木雅さんが、じゃあ同じふるさとだから富ちゃんのために書くよってね、ヤマハで昔よくポップコーンなんかで顔を合わせていた高木雅さんが2曲目のシングル書いてくれました。で、その忘れタイトルっていうんですけれども、アルバムのタイトルにもなりました、10曲まで。
ただきますと、この忘れた祈りの方がどちらかというと、枚数はいきませんでしたけれども、リクエストの数は本当に皆さんからいただいて、皆さんの耳にもよく残っている歌だとお聞きしています。忘れたいの私もそう。
その時そうだったけどね、マックまたするんだもんね。じゃなきゃじゃなきゃね、うん、あのよくね、あの女は星の家族でいるよとかね、男の人は星の家族でいるよなんて言いますけどね、それでも出会う人って少ないね、うん、あの顔が広いと、顔が大きいって言ってないよ、顔が顔が広いと言っても、うん、一生にあの、ね、地球上にたくさん人がいる中で一生の中で何パーセントもわからない、うん、そんな中で赤十字の皆さん、ね、巡り会えたこと感謝します、本当にありがとうございます。そして、ね、長年のお友達、ね、などなど、今日初めて坊やちゃんね、フォークソングって聞いたことある？ないね、うん、退屈してない？退屈してませんか？大丈夫ですか？退屈だったらいいよ、寝ちゃって、うん、あの遠慮なく ね、嘘だよそんなことしたらあのパーンってあの歌いながらパーンって叩きに行きますからね、ご用心でございます。そうだね、何気に入ってくるね、何気に入ってきますよ。さあ、あのもう一曲ちょっと退屈かもしれませんけれども、デビュー曲のデビューのアルバムに入ってました。これあのとつく時が来たらこんな気持ちになるだろうなと思って、作詞したものに、私の事務所の大先輩であります森山良子さんが曲をつけてくれました。幸せなのに。幸せな
そうそれだったけどな。どうせならね。なかなかそういうのもね、巡り合わせですから。わかりました。いいよね、リミちゃんは。トミちゃんとリミちゃんがどこが違うんだろう。リトちゃんが入ってね。リトちゃんとトミちゃんとリミちゃんとどこが違うんだろうね。そういう、まあ、巡り合わせっていうのもあります。さて。久しぶり、久しぶりってね、今日はあちこちで久しぶり、久しぶり。なぜ久しぶりかって言いますとね、しばらく私、ライブハウスあちこち旅をしておりましてね、実はここが私の、まあ、母体なんです。ね、ちょっとこちらが本当にお世話になってね、ちょっと前からジャズなんかを始めたりなんかして、ジャズのお店とかをね、あちこち行ってたもんですから、本当に久しぶりです。3年ぶりです。こちらでね、ボーカル教室も毎月させていただいてたんですけれども、ちょっと修行で旅に修行まあちょっと新境地ということもありましてね、違うジャンルをあちらこちらで歌わせていただいてたんですけれども、本当に3年ぶりに今日はオリジナルということで、またこちらにもね、リト君とリト君のバンドでもやっていただきたいですしね。で、久しぶり久しぶりって聞いてたんですけれども、本当にここで私のボーカルのレッスンを受けてくれていた親子なんですよね。ね、かわいいでしょ、なごみちゃん。うん、私も学校で教えてるもんですからね、講師をという仕事をさせていただいてて、今日は在校生の後ろ上にね、来ないね、他の子たち、どうしちゃったんだろうね。声かけ忘れたね。声かけたけど来ない。そりゃお尻ピチピチだね。うん、本当だね。いや、君たちよりもかれこれ7年ぐらいになる？6年か。6年ぐらい、6年ぐらい前に卒業した、ナゴムっていうんですけれども、学校もう15年目ですね、今年でね、学校ができてですね、15年の14期知らない、そうだね、名前変わったもんね、学校難しいね。うん、で卒業して初めての内弟子になった子でした、ね、うちにも本当に年がら年中通ってくれて、私のパソコンの周りのお手伝いをしてくれたりとか、本当に荷物もラジオで持ってくれて、私のアシスタントも1年間勤めてくれました。で、最近はですね、また本当にそれこそ3年ぶりに去年ね、ライブハウスに来てくれて、だからさ、歌ってるといいね、途絶えるものも途絶えない、うん、こうやってライブやりますよって言うと、はっ、やってやってなんてね、こうやって聞きに行ってくれたりして、3年ぶり去年の夏に、再会しました。で、その後また根気よく私のところに通ってくれてるんですけれども、そんな中でもともとその3年前の時に、4年前だね、ちょうどね、招き猫ソングっていうのがありましてね、瀬戸で招き猫祭りってあるでしょ、そこの公式ソングを私に依頼が来たもんですから、詩を書いて私が曲を書いたという、で、まあ、猫の歌が私とあの子との最初のつながり、なんと今度は犬の歌なので、今日はこんなお洋服でございます。ナゴムと私のコラボです。作詞、補作詞、作曲でございます。そしてアレンジ、もうすごく可愛い曲になりました。ぜひみんなワンワンっていうところ、あそこに吠える人が一人おりますので、一緒に皆さんもワンワンと吠えていただきたいと思います。可愛くね、吠えてね。じゃあワンワンダフルデイ。
のに、それから私におやつをくれる、もうすぐおいしいご飯なのに、よく着せられてボール身近な方を見送ったっていう経験は皆さんありますか？ね、おじいちゃんおばあちゃんから始まって、ね、まあ、なごむもおばあちゃん、うん、が去年、いつ？あ、まだ最近なのね。あ、そうか。ね、まあ、それもあって。
ですね。そこから生まれた曲だそうです。私ももう10年過ぎましたけれども、先ほどもね、酒で物もうよって言ってた父親はもういないです。でうちの父親も畑を、晩年はねやっておりましたのでね、なんであんなこと言っちゃったんだろうなってね、いなくなってから思いますね。スイカをね一生懸命作っていたのに甘くない、一生懸命作ってもなかなか喜んでもらえるものは作れんわとか言ってたの。お世辞でもちゃんと美味しいねって言えばよかったななんて後から思うんですね。身近な人との突然の別れをスイカという一つの果物で表してくれました。作詞名古屋、そして曲は三浦美穂、スイカ。Thank you.
ごめんなさい、本当に2回目のこれを歌って皆さんすごく盛り上がってくださったので、なんか私にとってすごくいい思い出の曲ができたなって思って、本当に嬉しくて涙が出ちゃって、実はずっと飼ってるナナちゃんって言うんですけれどもね、明日後でCD 発売しておりますのでね、そこに映っております。よろしくお願いしますね。彼女がですね、本当に元気で、もう間もなく15歳になるんですけども、永遠の3歳なんて言われて、ご近所からも本当に迷惑でしょうに、元気だねとか言われて、なんですけど、いよいよちょっと生まれてしまいましてね、今、抗がん剤を打ってる最中なんです。でポジションフリゼって言って、本当はこんなポンポンに風船みたいな顔した子なんですけれど、今ちょうどこのワンコぐらいな痩せているんですね。今日なんかね、今日も朝も病院に行って点滴して戻ってきたんですけれども、それとなんか思い出とか、父親を送った後のことがちょっと重なってしまって、本当に申し訳ありません。せっかくいい詩なのにね、ごめんなさいね。もう一回後で最後にやるか ね、本当ごめんね、申し訳ない。さあ、ここからでございますけれども、ここからは笑って60分いきます。お客さんが泣かずに私が泣いちゃダメだよね、本当に ね、本当に申し訳ありません。さあ、ここからは、ドラムが入ります。山下哲秀でございます。さっきサブちゃんの話が出ましたけどね、サブちゃん、六八コンビってご存でしょうか。今年亡くなりました A 六助さんと中村八大さんので、六八っていうんですね。で、Q ちゃんが入って上を向いて歩こう、日本が初めて、アメリカでナンバーワン、トップワンに入った曲を作った3人なんですけれども、この六八コンビっていうのは本当に名曲をいっぱいね、テレビが始まった時代にいろんな番組があって、そこで2人で本当にたくさん、名曲を書かれたんですけれども、意外にこれ知られていないのが683、そう、永六輔さん、中村八大さん、そしてサブちゃん、サブちゃん来た、歌いますか。歌わん、急に言われてもね、はい、ここから踊っていただいても結構です、ね、踊ってそして一緒に皆さんでご存知の歌は歌っていただきたい。ここからは昭和歌謡メドレーと参りたいと思います。サブちゃんからの橋幸夫です。お聴きください。帰ろかな、寂しく言うんじゃないか。
エコーをものすごく聞かせて、それであの早弾きされる方ですね。一番のタカ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 タズンダ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 、そんなビートルズ、本当にねアメリカでは大ヒットいたしました。でもあのビートルズっていうのはあのとても日本びいきで、一回日本に来たらもう大好きになっちゃって、で日本のいろんなアーティストに曲を書いているんですね。私も入ったと、ビートルズって言ったからだよ。ベンチャーズね。それであの私の入っていた東芝レコードでも、渚優子さんという方がいらして、京都の方だという、ね、オーヤンフィーフィーさん、オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、雨じゃじゃあ、ね、ベンチャーズでね、そうです、そんな中で日活のアイドル、はい、アイドル俳優女優、はい、さんがね、泉雅子さんという方と山内健さん、山内健さん ね、あの、青春スターだった、うん、そうそうそう、その後暴れ八着の先生をやってましたけど、あ、これで反応が来ましたね、はい、してる。あの三浦離島はですね、はい、昭和歌謡研究家としても、あの、何、ね、あの何
パソコンの中では、パソコンの中、パソコンの中っていう。パソコンの中の人って感じ。そう、パソコンの中の人です。はい、ね、あの三浦璃と昭和歌謡って弾いていただければヒットします。うん、いろんなことを本当によく知ってますのでね、この曲はこうだよ、あれだよって出ております。そんな彼と、ビートルズの日本の名曲って言いますかね、2人のね。どうしてビートルズって言っちゃったからも入っちゃったよ。こんな私の歌が後で出てきますから皆さんお楽しみにね。今日はベンチャーズが作った、デュエットの曲、とってもベンチャーズらしくない2人の銀座っていうね。さっきあの第1回目はですね、あのギター弾きがいたので、はい、一応テキテキやっていただいたので、はい、なんとなくベンチャーズにはなりましたね、はい、うん。今回はどうしよう。今回は誰かがテケ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 言ってくれ。そう、テケ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 って言ってください。何かあったらテケ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 、さっきワンワンって言ったタイミングでテケ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 って言ってくれればいい。そうやったら。じゃあ参加型でよろしくお願いいたします。はい。2人の銀座からの。はいはい。次いいんですか言って。ええ。はい。次は太田裕美さんと太田圭一さんがデュエットしずるに勝手に歌っていたさらばシベリア。鉄道、これをなぜ2人の銀座とつなぐかは聞いてもらってお楽しみというですね、はい、白い表現だ。
ますからね。デビュー曲っていうテーマで、皆さんもう忘れかと思いますけれども、私が泣いちゃった事件ではぁみたいな、ちょっと今ふーっと引いちゃったと思うんですけど、今回のテーマは私のにとってのデビューっていうか、つなぐから、なぜつなぐかね、始まらないとつながりませんからね、デビュー曲から最新の曲までっていうのを、私の、音楽人生をずっと聴いていただいているわけなんですね。で、デビューした頃、デビューする前にヤマハのポップコーンっていうのが、もう今なくなっちゃいましたけどね、ポピュラーソングコンテストっていうのがありました。妻恋もなくなっちゃいましたね。眠の里も間もなく終わってしまうということで、そこに出場していた頃によく出くわした二人組がいます。今放送では一切かけることができません。 C で始まるグループです。そうです、チャゲ&アスカ、ね、若い方はヤーヤーヤーとかね、セイイエスとかで、おなじみですけれども、実はこれがデビュー曲、この曲でデビューした時は、本当にテレビでも華々しくですね、桜の大きなセットが後ろにあってですね、花火がバーって、うわー、こんなデビューの仕方したんだと思って、羨ましく見ていました。そんなチャゲ&アスカ、ね、放送からは聞こえてまいりませんけれども、私たちなりにやってみようかということで昨日決めました。昨日決めて、練習してまいりました。2回こっきりのね、さっきと今回も多分もうやることはないと思います。皆様ご存知のところは一緒に歌っていただきたいと思います。浩平君マイク持ってもいいよ、来る、いいよ、もう、あ、でもエコーだけはかけてもらって、エコーちょっと深めにかけといてくれればいいです。どうかな、やってください、はい、あ、そんな感じで結構です。じゃあ一緒に歌おうぜ。じゃあさ、サビをいいです、サビ一緒に、あ、マイクあった、あ、あるある、用意してあったわ、用意してあった。浩平ちゃん、彼もいつも金曜日、ここの金曜日でカントリーナイトね、で、喋ってるからね、ごめんな、まあ、いろんな人使っちゃいます、ごめんなさい、ね、歌うなってね、カントリーナイトのスターをやらせてもらって、マジで、あ、本当ですか。一応でもね、私 の, お歌は教え子さんで、ね、そんなペコもトミさんに非常にここの、ボーカルレクチャーで、ムチとロウソクを持って育てていただきました。なのでね、毎週ここで歌ってる割には私がちょっと顔出すとものすごく緊張です。やっぱり皆さん そうなっちゃうんだ ね、 ね、ニポリもそうだね、
もう前来ないでくださいみたいな。あそこにもちょっとお師匠さんがね、あれなんですけど、マックはそんなことないね。逆に私が来ると楽しくなっちゃうのでね、そういう人もいます。それでは、エコー深めで、一人咲き。Yeah.